奇境なでしこは、ナシの部下フロックス属の植物で、園芸植物として栽培されている。奇境なでしこは、薪の植物図鑑にも見られる古くからの和名である。しかし、奇境化でもなでしこ家でもない植物の和名としては、あまりふさわしくないこともあり、現在は、学名のままフロックスドラモンディと呼ばれることが多い。耐寒性、または、反対幹性の一年層。 草丈は15から5 0トルであるが、Y 生種の方が好まれている。茎は直立するが、特に Y 生種では、分子も多い。葉は、茎の下部では耐性、上部では個性し、長楕円型で、長さ5センチメートル、幅は1センチメートル程度である。花は、秋巻きでは初夏、春巻きでは夏に開花し、直径2センチメートルくらいのロート型の花が、 数個内始終数個まばらな円錐花状に咲き、花色には薄紫、淡紅色、紅ないなどがある。欧米の大きな種苗店では、一大広廃種も含め、十種以上を扱っているところがある。日本でもたまにこうした新品種が紹介されることがあるが、現在は丸弁のいわゆるドラモンディと、花弁の先が尖って形のスターフロックスが出回っているだけである。 アメリカ合衆国のテキサス州からニューメキシコ州にかけて分布する。こぼれ種で増えることもあるほど丈夫な草花で、半日陰や痩せた土地でも割合よくできる。多湿に弱いため、少し乾かし気味に育てると良い。種まきは、首都圏以南では秋の悲岸頃、高齢地や東北、北海道地方では、ソメイヨシノが散る頃に巻くのが良い。ありがとうございます。